どうも皆様こんばんはでございます。た香里ののしし通信のお時間がやってままいりました今日はですね、えー、お仕事の都合で1時間遅くのスタートでございます。まあでもまだあの9時になってないのでどなたもいらっしゃってないんですけれどもいやーなんかあの急に寒くなってしまってでまた来週ちょっとあったかいとか はいもう確実に私たちのこの技術神経をえぐってくるこの機構にすっかりやられておりまして、えー、今日もちょっとだいぶ来ております。ははい今日はポンコツでございますですのでまああのだいたい30分ぐらいではい延長なく終わろうと思うんですけれども。えー ちょっと早かったかな。<laughs> はい。<laughs> 誰もいらっしゃらないので、まあまああのぼちぼちやっていきたいと思います。えー、今日はですね、あの小宗院店がいよいよまあ、中盤、まあ、終盤を迎えてきて、で来週の月曜日で終わりということですので、あのもしまだ行ってないという方がいらっしゃったら、えー、ぜひぜひ行かれたらと思います。 で今日ですねあのー、ちょっと仕事で正倉院店行ってましてでまああのー、初めて私が今年の正倉院店行った時は朝のね一番早い時間帯に行かしてもらってでそれ以外の時はまあ恒例のというかあのー、結構一番遅い時間帯に行ったりとか してて今日初めてあのオータムレイトというねもしかしたらご利用になっている方も多いかもしれないんですけれども夕方の5時以降だったかなちょっと安くなるんですよ。でその安くなった時間以降の最初の回に行ったんですよ。そしたらすんごい人だったんですよね。<laughs> ちょっとあれで今日は多分疲れたんだよなっていう感じなんですけど。 まあ当然ですよねどっちみち夕方行く4時半とか5時ぐらいに行くっていうんだったらちょっと待って安い時に行きますわねということであのー、はい今日はちょっとお客様と一緒に行ったんですけれども香、えー、りのもくろみは大いに外れ夕方空いてますからね夕方狙いで行きましょうよって言ってオータムレイトが始まったちょうどぐらいに行ったら もうなんていうのか、<laughs> 大失敗という感じで、えー、宝物を見に来たのか、人の頭を見に来たのかというところをね、えー、今年も経験してしまいました。えー、っと、小崎さん、どうもこんばんは。いつもありがとうございます。ようこそでございます。まあでも、今回もう正倉院展、何回も行くんですけどね、やっぱりすごくいいですよね。 で正倉院展の素晴らしいところっていうのはその最初の感動を乗り越えることができるというか例えばその印象派だとか、えー、他のその抽象画だとかそういうその絵画アートを拝見しに行った時にやっぱりそのどこを何を見ても圧倒されるんですよすごいものを見たなと。でも その一番最初のその初見の感動ってなかなか超えられないんですよね。最初に見てあこれはすごいと思ってで会場を一巡してもしくはまた日を改めて行ったりした時にそのファーストインパクトを超えることってなかなかないんですよ。やっぱりなんかこうすごくこれが好きだと思ってもう一遍見に来たけどうん素晴らしい。 すごいでもやっぱ最初一番最初が良かったなっていう風な感じがね多かったりしてて <laughs> ですのであのー、まあアートにしても他の絵画にしてもそんなもんだろうと思ってたんですけど陰天はやっっぱちょっと違うんですよ私だけの感覚かもしれないんですけどですのでその何度行っても何回目であってもやっぱりこのすごい美しい、えー、欲しい気になる 細かいところまで目が釘付けになるっていうのがこう同じ濃度でやってくるっていうのはね焦燥陰天ならではの良さではないかなと思います、えー、あ西川さんなどもこんばんは西川さんがあの夜の9時から始めるんだったらもう私はベロンベロンになっていて、えー、前後不覚ですみたいなあのお便りをいただいたとこだったんですけど大丈夫ですかあの意識ありますかカオリの声は届いているでしょうか えっと安達さんどうもこんばんはいつもありがとうございますえっと山本さんこんばんは楽しみにしてましたありがとうございますすみかさんどうもこんばんはあなんかすみかさんちょっとお久しぶりな気がするなえー、っと早苗さんこんばんは10日日曜のレイ,ト、えー、レイトチケットが取れましたが人の頭ちょっと不安があのー、日曜日とかだったら まだましかもしれないですね。今日は金曜日だし、その週末のね金曜日の夜って来や、来やすいっていうか皆さんお仕事帰りとか明日もお休みだしみたいな、そういうノリの方が多いかと思うんですけど、日曜日ってもうお終わっていくっていうか、週の終わりだから案外少ないかもですよ。今日よりかはましかもしれません。えっ、ー、と、楠田さん。 こんばんにゃ。11月2日お世話になりました。皇后市仏様でした。はい。神、えー、あ、皇后仏様ですが、一日でした。ありがとうございます。先日ね、あの、法隆寺のツアーした時にね、えー、鳥取からお出ましくださいまして、ありがとうございました。ぜひまたね、いらしてくださいね。えー、ていこさん、こんばんは。仕事中、耳だけ。ありがとうございます。お仕事中であるにもかかわらず、お耳拝借。 えっと、ふまさん、どうもこんばんは。ふまさん、お元気ですか。ありがとうございます。お七お茶まだこんばんはでございます。ええー、たりさん、ええー、凛子嬢もなんなんであの上殿下にあの会えるんですか。えー、一緒に正倉院展見てました。宮様が来るって、イヤホンガイド担当のおばちゃんがテンパってました。あ、そうなんですね。宮様が来るからといって、シャットアウトとかではなかったんですか。 えーすごいな。そう、私は昔ね、あの方と、あのー、爽ヤ様がお出ましになるのに出くわしたことがありますよ。入りませんでしたね、その時はね。<laughs> ねえ、最近なんか、奈良といえば、宮様、あのー、天皇陛下、皇后陛下が秋にお越しになるのがあ恒例行事だったのに、 最近お見かけしないですね。寂しいですね。えー、中井さんこんばんは。中森明菜の伝説のコンサート見てて見損ねるとこでした。あのそれコンサートの方がいいと思うんですよ。どうぞお気になさらず中森明菜見てくださいね。なんだろう NHK とかでやってんのかな。えー、っとカーナさんあ今コンサートが終わり駅です。相変わらずパワフルですね。今日は何のコンサートだったんでしょうか。 ありがとうございます。えっと、きみこさん、えー、こんばんは。先日はありがとうございました。なんかね、あの、この間も言った気がするんですけど、ツアーご一緒して、で、そこで、こう、仲良くなった人が再会とかしてくださって、えー、そういう場に立ち会えるという喜び。そして、その後、このオンラインの場なんかで、 あの時、ああでした、こうでしたみたいなことがね、言い合えるってすごく嬉しいですね。ありがとうございます <coughs>。そうなんですよ。黒スーツのおじさまが取り巻いてましたが、遅い時間に普通に来られてましたよ。そうなんですね。ええ、あれですかね。やっぱりあのー、こう、 女王殿下と内親王様とかだったらちょっと警備の関係が違うんでしょうね。えー、いいな私もあのお,お目にかかりたかったですね。<laughs> えねいいですよね。素晴らしい。えー、っとマキさんこんばんにはでございます。そうあの前にね私がお魚型の正倉院の、えー、グッズ 橋置きをね、えー、買えなかった売り切れだったみたいなことを嘆いたらよくい,いつもよくしてくださる方が私の代わりに見つけて買ってくださってくださったんですよありがたや。でその他 YouTube とかでも、えー、魚の箸置き再入荷されてましたよみたいな情報をいっぱいくださって満を持してその日に、えー、行ったんですけど もうなかったんですよね1日遅れだったんですけどでマキさんも欲しがってたから私が行った時に再入荷されてて手に入ったらこっそり買っといて後で「マキさんこれ」って言おうと思ったけどごめんもうなかったあたちのせいじゃないけどねもうなかったよごめんねマキさん、えー、サントリーホールでクラシックいいな素晴らしい はいはいえーそうか皆さん中森明菜の伝説のコンサートを見てるんですねはい橋置きめっちゃ人気ですねそうなんですよねまあでもですねあのー、今年もまあすごく素晴らしい品物がたくさん出てでそのグッズも本当に良かったんですけど 年々、まあねね、人気が出てるというかその思った以上の、ね、お客様がいらしたんでしょうね、えー、早々と完売してしまって我々は非常につらい思いを抱えてるわけなんですけれどもでもまあ仏教でいういいいい意味でででの諦めすすよよ執着してはいけないんですよ残念だけれどもそれはそれとして私たちは前に進まなければなりません。 で、私は今回、ちょっとね、すごく面白いものを見つけちゃったので、えー、そちらをご紹介したいと思います。これ袋から出した方がいいかな。はい。えとりあえず出すはい。あ、一応見えるね。じゃあちょっとアップにして、はい。 えー、今日皆様にご紹介するグッズはですね、焦燥飲店のグッズではないんですけれども、はい。奈良博で見つけた素敵グッズをご紹介したいと思います。これはですね、裏見てもわかんないか。あ、マグネットです。そう。冷蔵庫に貼り付けるやつ。で、これ実は、あのー、奈良博で見つけたんですよ。でね、 私が普段ツアーをさせてもらってて、スタンプカードなるものを作ってるんです。で、このスタンプカードを、こう、満タンにしてもらったら、まあ、記念品を差し上げようということで、えー、一番最初のコンプリート車には、しおりを差し上げてたんです。で、このしおりがなかなか可愛くてですね、えー、ちょっとしおりもあるので、お見せしようと思うんですけれども、 はいこんな感じのねしおりでいいでしょうこれこれはね奈良博グッズじゃないんですけれどもはい裏もちゃんと大仏様がいらしてこんな感じのこんな感じのこの安ュイな大仏様がたまらない、えー 若草山の山焼きでも猿沢池今は隠れてしまった五重塔がで奈良公園薬師寺みたいな、まあ、奈良の名だたる名所旧跡がこういうその手書きイラストで書かれた素敵しおりがあるんですよでこのしおりのセットを最初にスタンプカードを コンプリートしした方に差し上げてるんですも、ねまあ、ちょっともうこれ在庫がなくなってきたのでもうそろそろあの終了して別のところに行くんですけれどもこのマグネットがですね地味で何が悪いっていう感じなんですけれども瓦ですよ瓦。で2順目スタンプカード満タンになった人に差し上げようと思うんですけど。 これ上の方にちらっと書いてるこれ飛鳥時代そうこの模様は飛鳥時代の瓦なんですそしてこっちがちらっとここに書いてるんですけど奈良時代平城京の瓦なんですよめっちゃ可愛くないですか黒っぽいから少し地味に見えるんですけどでもこの あの瓦ってね本当に時代によって模様が違っててこの飛鳥時代のこのシンプルな花びら型でポイントはこの花びらの連綿の先端にちょっとポチッとながあるでしょこれですよこれこの模様が飛鳥時代なんですで 奈良時代になると、こういうね、ハスの花びら型になってきて、またちょっとこれもいろんな形があるんですけれども、この同じようなお花の瓦だって言っても、こう微妙に違う、これが素晴らしいということで、はい、次に私の、えー、シール満タンになった人は、この瓦マグネット、どっちか差し上げようと思っています。 ははい、はいコメントありがとうございます。えー、っと天きさんが「はい大丈夫です」と「マグネット買ってます」え買ってんのあカメラ戻してください。じゃあ天きさんは別のやつなんかあげるから <laughs> あのダブりそうだったら言ってくださいね。えー、物欲の塊です。いやいいんですよ。 その何か欲求欲望ってやっぱエネルギーですからねバチルの定規買いましたあああれも綺麗でしたね私はガラスの物差しグッズがゲットできて満足でしたあよかったです瓦前から売っててコンプリートしたいのですなるほどなるほどでしょ欲しいでしょ瓦の種類もっとあるかなあるんですよ で、結構シンプルなタイプの瓦もあったりして、で、ちょっとね、あんまりにもこうシンプルすぎる瓦の模様は、黒音受けしすぎてどうかなと思って、まだ私は手元に置いてないんですけど、いろいろあるのでございます。はいはい。中井さんはまだ行かれてないんですね。ぜひともね、あの、もうすぐ閉幕ですので、頑張って行ってくださいね。 佐藤子さんありがとうございます奈良博地下も楽しみますね焦燥インテ第一回目のチケット私も見かけましたはいはいあのこの間ツイッターに載せたんですけどね奈良博のグッズ売り場の、えー、地下の方の会場カフェがあったりするあたりにいろんな展示がありまして そこに第1回目の正倉院展のチケットのんだろうな見本というかまあその展示パネルがあったんですよね。それがすごい可愛かったから思わず写真に撮ってツイッターに載せたら割とたくさんの人に見ていただけてえまあ歴史でえチケットで歴史をたどるみたいなことができてすごく良かったんです。是非また皆さんもあの奈良博行かれたら 展示会場やグッズリバーはもちろんですけれどもそれ以外の地下のミュージアムショップとか、えー、喫茶店とかあるあたりとかもねぜひ見ておいてください加藤さんがなんか何かなぜかおいしそうに見えると書いてくださってるオレオみたいってことかなねあそうそうクッキーみたいに見えますよねえー しおんさんどうもこんばんは、えー、しおり見たら奈良へ帰りたい帰ってきてくださいいつでも待っていますよ、うん、たいこさんどうもこんばんは本当に美味しそうそうなんだ <laughs> そ,うそうぐると思わなかったな <laughs> 美味しそうなのは以前オリオでかわら作った人がいたからかしらへえー、なるほどねはいはい仏像館も楽しみましたはいぜひとも 結構、焦燥院店だけでね、体力使い果たすし、お腹いっぱいになっちゃうので、仏像館まで、えー、手が回る人は少ないかと思いますが、まあ、なかなかならに来れない方は、ぜひ、そのあたりも、あの、含めて、えー、ご覧いただければと思います。で、もう一個、あのー、グッズじゃないんです。グッうん、ちょっと違うんですけれども、皆様に紹介したいものがあって、えー、再び、小学カメラお願いします。はい。 えー、もう実は始まってるんですけれども私の秋ツアーはですね11面観観音様を拝観しに行くといありますでその十一面観音様を拝観しに行った時にそれぞれの観音様を、まあ、モチーフにした、えー、スタンプカードを作っていただきまして今日も来てくださってる足立さんが作ってくださいました。 えー、開きますとこんな感じでして、えー、観音様が、まあ、手を差し伸べてくださっている、えー。その時に観音様が持っていらっしゃる水病ですね。命の水をたたえた水病というものを持っていらっしゃって、まああのー、持ち物持っていらっしゃらない観音様もいらっしゃるんですけれども、この観音様の功徳が私たちに、えー 雨あられと降り続きますようにという、まあ、そういったモチーフのカードを作ってもらいました。でこんな感じのカードを差し上げてはいちょっとね色がね薄いから見づらいんですけれども分かりますかねえー、金色銀色の丸いスタンプを用意しましてこのくどくの水が 溢れているという。で、実際に行かれたお寺のところに、その苦毒が溢れるみたいな、そんなモチーフのハンコを作っております。で、あのー、このカードはもう前々から用意してたんですけれども、ハンコがなかなかいいのが見つからなくって、こう、ずっとこう、誰にもハンコを押さないで、今日まで来てしまったんですよ。で、ついようやく先日。 六原水二さんとか観音寺さんに行くぐらいになってから、やっとカードのこのハンコを配れたということで、これ見てくださってる方の中で、今年十一面観音様ツアー行ったのに、このカード私もらってない、もらったけどハンコがまだ押してもらってないっていう方、いっぱいいると思います。うん、あの、今から、そう、今から押しますので、で、皆さんもね、えー この先どれか十一面観音様がいらっしゃるツアーにまた来てくださったら以前来てくださった場所とともに反抗しますのでまた来てね。へへへへ。はいキラキラなんですよ。そうでしょう素敵でしょうはい、えー。というわけであのー、これから先も十一面観音様 たくさん巡りますで六波羅蜜寺の観音様だけが今年辰年のみのご会長ということで今年逃したら12年後になってしまうんですけれどもでも12年後も私多分やってると思うので <laughs> 気長にいらしてください。えー、あ立部さんが来てくれてるどうもこんばんはでございます。 正倉院店行った日に安倍文書院も参拝しました。コスモス迷路で迷い、カメパンいただいてきました。え、あのコスモス迷路迷いました。あれ、なんか結構あのちっちゃいところだから、すぐにあの出てきちゃうと思ってたんですけど、そうですか。迷うほど楽しめたんですね。えー、素敵なカードですね。でしょうでしょう。ありがとうございます。 はいはい、えー、ろこはらみずりさん良かったです、えー、このハンコめっちゃ良いです。ありがとうございます。はい、というわけでこの十一面観音様をコンプリートすることができる素敵カードがもらえてそしてさらに観音のくどくあふれるモチーフのキラキラハンコがもらえるツアーのご紹介です <laughs> いや綺麗にまとまったな はい、というわけで、じゃじゃん、昇華カメラお願いします。はい、寄り過ぎてました。もう来週ですね。11月12日の火曜日、そして17日の日曜日に京都鍋の観音寺さん、そして京都の六原光寺さんに参ります。国宝11面観音様に出会えます。 まああのー、京都辺の方はね今年ゃなくってもいつでもは参拝できるんですけれども、まあ、私自身があんまり京都行かないので六波羅蜜蛇行くおついでにと言ったら申し訳ないんですがちょっとと同日にに行くことにしております。もう来週ですけれども火曜日日曜日行きたいなという方がいらっしゃったらよかったら一緒に行ってください。 はい。えー、久崎さん、来週カード差し上げます。あ、えー、富井さんありがとうございます。素敵なカードでした。2箇所お、海流王子とホッケジしか行けなかったのに、ちょうど測ったかのように上下をされていて嬉しかったです。はい。あの時はね、あの、ミーさんが来てくださった時は、まだツアーが始まったばかりで、私もちゃんとまだ体力があったので、<laughs> 漏れなくちゃんとできたんですけど、 後から色々ね祖母が出てきたのでなんかあのー「か香りんこれちゃんとできてないんだけど」っていうのがあるかと思うんですけどその人は個別対応しますのですいません。はいで、えー、その翌週11月23日土曜日この日大安寺に行きます。大安寺も実はご本尊様が十一面観音様なんですよ。普段は帳の奥にいらっしゃる秘仏でいらっしゃいます。 でこの大安寺のね十一面観音様がすごくこう憎いというかあの本当にだからこう目をこう皿のようにしてじっと見たら見える気がするみたいなそんな感じの奥ゆかしい方それが大安寺の十一面観音様。こうお寿司ととかがこうバシーンと閉まってたら うん、見えないんですねみたいなその時に来ないと駄目なんですねっていう諦めが生じるんですけれども大安寺さんはなんかもう本当に平安貴族のように気配がめっちゃ感じるんですよその向こうに。でそれれがががこううすだれが上がっていくのかなどうなのかかなななどたまらんですわという方に23日会いに行きますのでよかったらいらしてください大安寺でございます。 でもう一丁はい十一面観音様じゃないんですけれども、えー、そろそろ名残惜しく閉幕に向かっていく正倉院展11月10日日曜日行きます正倉院展には行かないんですけれども東大寺ををって院の話をします東大寺でですねもともと正倉院の宝物が捧げられていたりしましたのでそんな話をしつつ今年の正倉院展のお話をして 東大寺も楽しんでいただくというそういう趣向となっております。はい。牧さん、ライアンさん行けたらいいな。ぜひぜひ来てくださいね。えー、っと、立部さんはなかなかご縁がないようで、まあでも、またはいいつかお待ちしておりますね。よろしくお願いします。はいはい。で、えー 国知ついでに最後はこれです。はい。ダブル香りイベントですね。あ、違うよ。あの、うん、あの、いい,いです。この、これで言いますので。えー、タレントの南香織さんとご一緒にトークいたします、えー。日本領域についてのイベントが11月30日の土曜日に大阪の歴史博物館で開催です。でもうそろそろレジュメ作り始めてるんですけれども、 いやー日本領域ね、本当にやっぱ面白いんですよ。で、またちょっと YouTube でもで、内容のご紹介をしようかなと思うんですけれども、今喋ることを確実にしているテーマ、二つご紹介します。まず一つは、えー、ステーキ食べたい。<laughs> 奈良時代にステーキ食べたい。肉、 ステーキいきなりステーキって言ってた人がいたんですよその人の話が日本領域に出てきます交互期待もう一つ奈良時代実録 SM プレイ奈良時代にもあったんですよ怪しい行為がちょっとこれ以上はこんな公共の電波では言えないんですけれども 奈良時代の怪しい S いや M プレイについて、えー、語りたいと思いますさあね7回超えますかねはい7回超えたいというわけで日本領域見に来てくださいえー、そんなもんかな はいはい。まあというわけで、今日はちょっと告知多めで、えー、あ、そう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 。もう一個、ごめん。もう一個、告知、告知でもないけど、YouTube 頑張ってます。はい。今日、今言った、日本領域のステーキ食べたい、そして、奈良時代、SM プレイがあった、みたいなこととか、まああのー、11月30日のイベントのことをね、もうちょっと詳しく語る動画をもうすぐ作ろうと思ってるんですけど、 最近割と、インテ展の話とか、3日に1遍ぐらい、YouTube 動画作ってるんです。でも、あの、Facebook 見てくださってる方は、あんまり YouTube 気にしてなかったなっていう方が多いことを、この間、あの、聞かされましたので、はい、これからはまめに YouTube 更新したら更新したって言おうと思いますので、えー、また YouTube も見てください。はい。 えっとおおおエムプレイ行きたくなりました。<laughs> <laughs> ですよね。えー、っとツコさんありがとうございます。有楽7回超え。はい超えられるように頑張りたいと思います。はいというわけで YouTube もよろしくお願いいたします。ではでは皆様今日も正倉院展からの帰り非常に寒うございました。 なんともね、ドカンと冬がきちんとやってきたっていう感じなんですけれども、お互いに暖かくして、えー、外を歩くだけで風邪をひいたりなどしないように、えー、してください。YouTube と Facebook ライブはまた内容が違うのかなあの、Facebook ライブの内容をまとめたものを YouTube に載したりもしてます。 ただ、YouTube の方は、YouTube だけでしか出てないっていう動画もいくつかありますので、まあ、あのー、動画好きな方は YouTube チェックしてもらったら、Zoom 以外は大体 YouTube 載ってますので、よろしいかなと思います。はい。ぜひともごひいきによろしくお願いいたします。ではですね、来週は、えー、っと、11月15日かな。 来週15日はい、はい、えー、っと多分通常通りできるかと思いますので、えー、FacebookLIVE また来週の金曜日来週は8時からできると思いますので8時からどうぞよろしくお願いいたしますでは皆様どうぞ楽しい秋をかおりんツアーもご利用できるものがあればどうぞよろしくお願いいたしますでは 今日はこんな感じで失礼したいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。ではまた。